どうもこんにちは、ヒロです。ちょっと久しぶりの投稿になります。本日はですね、このビートルズの初めての発売されたレコード、マイボニーのちょっとレビューをしていきたいなと思います。でですね、この後から発売されたアメリカ版の MGM というところから発売されたこのマイボディもあるんで、ちょっとこっちと合わせてちょっとどういう感じなのかっていうところでちょっと比較していきたいと思います。はい、でですね、このマイボディなんですけど、はい、どうぞ。はい、ボリドールから発売されたものですね。 A 面が、マイボディ、 B 面がザ・セインツという感じです。こういう感じですね。このレコードはですね、ちょっとドイツで発売されたんですけども、そのビートルズがですね、ハンブルグにいろいろ巡業に行ったことはよく知られていると思うんですが、その巡業中にトニー・シェリダンというイギリス のミュージシャンがいるんですけど、そのトニー・シェリダンのバックバンドとしてザ・ビート・ブラザーズという名前でレコードデビューしたわけなんですが、はい、ビートブラザーズと書いてます。いますかね。はい。まあこのハンブルグ、そのドイツ語の北の方ではそのピートルズっていうのがちょっとまあドイツ語のスラングであまりいい意味を持っていないということで、まあビートルズじゃなくて、ビートブラザーズとなったんですけども、はい。でこれがレコーディングされたのはですね、1961年の6月、22-23日頃と言われてます。はい、このビートルズクロニクル、ザ・コンプリート・ビートルズ・クロニクルズ、マーク・ルイさんの本があるんですけど、これによるとそのこのにレコーディングされていまして、で、ちょっと発売時期はちょっとすみません、ちょっとわからないんですけども、まあこのビートルズディスコグラフィーによると6月、その年の6月に発売されたということで、結構地元ではですね、チャートの5位まで行って10万枚ぐらい売れたという、まあ、ヒットレコードになったんですけど、このレコードはですね、後にブライアン・エプスタインという人と、まあ、ビートルズのマネージャーですね、それとビートルズをこう、出会わせたきっかけとなったんですね。ということで、はい、このレコードどういう感じなのかということで聞いていきたいと思います。はい、ちなみにこちらの MGM 版はですね、こういう感じです。これ1964年に発売されたもので、まあ、当時もすでにビートルズが人気だったので、ビートルズというふうにクレジットされています。はい。ということで、じゃあ、聞いてみます。はい。ということで、今ちょっと、聞き終えました。で、ちょっと、まあ、感想なんですけど、やはり、あれですね、この時代1961年なんですけど、この時代やはりまず特筆すべき点としてドラマーがですね、ピート・ベストというドラマーであったと。でそれとあとスチュアート・サトクリフがちょうど、まあ、辞めて少しぐらいですかね、このレコーディングにはどうやら一応参加してるみたいです。楽器は弾いてないんですけど、スチュアート・サトクリフはその現場で、まあ、ビートルズメンバーを見守っていたという感じのようですね。で、まあポール・マッカートニーがベースを始めてまだそれほど時間が経ってない時期なんですかね。全体的にそうですね、やっぱマイボニー、やっぱこう普通に音楽としてやはり楽しめる感じの、内容となってます。まあ気づいたこととしてはピート・ベストのドラムってすごい
なんかこうシャカシャカしてて、ちょっと意外とこう音数が少ないというか引き出しが少ないというか、すごいシンプルなんですね。ただジョン・レノンとジョージ・ハリソンのギターとのリズムの相性としては非常に良かったように感じます。逆にちょっとこう、この裏のザ・セインツの方なんですけど、このセインツの方ではの方がちょっとポール・マッカートニーのベースがこうよりはっきり聞こえるんですけど、ポール・マッカートニーの特に初期のこの頃の多分ベースを始めたばかりの時は音数は非常に多いんですけども、リズムとしてはちょっとこう少し浮き立ったような感じの印象を受けました。またここもね、非常にこう、まあ、初期のビートルズというのを楽しむ上で非常にいいんじゃないかと思います。ピート・ベストのドラムっていうのも非常に新鮮で、いや、まあ、これはこれでまあ面白いなと、はい、リズムキーピングとしてはいいと思うんですけど、やっぱこう音の引き出しっていうんですか、音がすごい非常にシンプル、音とリズムが非常にシンプルすぎるっていうところがやっぱりこう後にやっぱクビになってしまった理由の一つなのかもしれませんね。でこっちのアメリカ版なんですけど、やっぱりこうザ・ビートルズの名前がクレジットされているように、やっぱりこうトニー・シェリダンというよりはザ・ビートルズ・ウィズ・トニー・シェリダンってなってるんですよね。はい。でこっちの方はトニー・シェリダン&ザ・ビートルズってなってるんですよね。その後にこう1964年にビートルズが有名になった時、アメリカ版で作られたもんですから、やはりこうビートルズがこう主体となっている、トニー・シェリダンのボーカルが少し抑えめになって、まあ、ビートルズの演奏がこうちょっとこう強みに出てる感じですね。で特にピート・ベストのドラムがこう結構こうシャカシャカシャカっていう感じでこうちょっと目立つような感じで聞こえます。はい、ボーカルが抑えられて演奏が強くなっているということですね。はい、ということで、まあ、この頃のビートルズっていうのはまたこうやっぱその当時ハンブルクでそのクラブで演奏してたんですけども、やはりそういったこともあってこうダンスミュージックというかノリがいいミュージックっていう感じですね。よりそういったこと、まあトニー・シェリダンのバックバンドっていうのもあったと思うんですけども、それを感じました。はい。でこの、マイボニーのこの、レコードがそのさっきブライアン・スプリン・エプスタインとビートルズを結びつけるきっかけとなったと言いましたけども、まあそのブライアン・エプスタインがその当時ネムズというレコード店をこう経営してたんですけども、そこにあるお客さんが来て、まあ、ビートルズっていうバンドのレコードないかっていうことで問い合わせがあったらしいんですよ。それでブライアンがこう探して、まあその時に店になかったみたいなんですけど、こういろいろ探してみて、でかまあこのドイツ製のこのアルバム、ドイツで発売された、まあ、EP、これがビートルズの、まあ、あのレコーダーということで探し出してですね、でそしてブライアンはビートルズに興味が出て、そしてその年の1961年の11月頃に初めてビートルズに会う、まあ、そのキャバンクラブに、まあ、通って12月に、まあ、ビートルズと、まあ、マネージング契約すると。でその翌年にですね、この、EP はイギリスでも発売されるということになりましたと。そういうやっぱりこうビートルズがやっぱ世界にというかやっぱレコードデビューするにあたって、やっぱりその一番貢献したのはブライアン・エプスタインなんですけども、そのブライアン・エプスタインとビートルズを結びつけた EP として、まあこれは歴史的な価値を持っているという側面もあると思います。はい、ということで以上になります。はい、まあもしよろしければいいねボタンもしくは登録の方もしていただければありがたいです。はい、ということで本日はありがとうございました。